のトークショーを、させていただきます、はい、改めて、ご紹介いたします、本作スペシャルアクターズを監督していただきました上田慎一郎監督です。よろしくお願いします。最初に、まあ、オーディションから始められて、あの、はい、いろんなワークショップを通じて、あの、まあ、人選されたというか、それでこう制作されているということなんですけれども、当然清瀬さんも、はい、あのこちらで、あの、まあ、オーディションに挑戦をして、で上田監督にこう、はい、あの、まあ、認められたといいますか、あの、だったという過程があるんですけど、ちょっとそこら辺のお話をちょっと最初伺おうかなというふうに思います。まあ、今回は、まあ、物語が全く何もない状態で、まず、キャストを15人選んで、でその15人に合う物語を Z から一緒に作ったんですよ。で、愛ちゃんは僕もともと知ってまして、まあ、いろんな映画でも見てましたし、会ったこともあったかな。そう、会ったことはなかったんですけど、私が覚えてないっていう失態をしているっていう。まあ、会ったこともあったんちゃうかなぐらいには。はい、で、まあ、オーディションの時、まあ、あの、だから気になってたんですよね。気になる役者の一人だったんです、もともと。嬉しい。結構、まあ、先ほどトークされてましたけども、まあ、こう感情の出力がすごい強い、芝居をしてたんですね。覚えてる？なんか。覚えてます。なんかちょっとその部活の先輩にいたずらをされたみたいな。懐かしいですね。そう、うん、一番最初のワークショップのオーディションの時に、はい、まあ、インプロエチュードって言ってこう、まあ、即興劇をやってくるんですけど、うん、上田さんにこうもっと怒ってっていう風に言われて、はい、で大学の先輩がいてどうしようかなと思って、でちょうどその頃読んでたなんか小説がなんかこう、まあ、サークル内でこういたずらがあってみたいな本を読んでたんで、ちょうどそれがなんかシュッて降りてきて、あなたにされたこと忘れてないからみたいな感じで、今度は警察呼んでやるからって言って、なんかめちゃくちゃキレるっていう。そうですね。女をやったのすごい覚えてます、私も。あとね、あの最初に、はい、一番最初はなんか超能力ものの話を作りたいなと思ってて、なんとなくね、みんなに言ってなかったけど、超能力が使えそうやなっていうのもあったんですなんかその目力とか集中力がすごいので、何かこう念力で物を動かしたりとかできそうっていう感じを持ってる人っていうのも一つポイントでしたね。ありがたいですね。じゃあもうそれありがたいです。いや、できるようになりたいですねはい、こんにちは、はい、長野インターネット補足と申します、はい、今長野県の、はい、相生座福祉に来ておりますけども、はい、長野県出身ということで、はい、すいません、じゃあ自己紹介お願いします。はい、長野市出身の、清瀬八重子と申します。清瀬さん、はい、まあ、今回何というタイトルの映画なんでしょうか。はい、今日上映していただいたのはスペシャルアクターズというカメラを止めるなの上田慎一郎監督の第2作目の映画を上映していただいてます。今回、はい、女優ということでオーディションを受けた時にいろんなこう、はい、お話なんかさっきされたと思うんですけども、はい、なんかちょっと印象に残ってることってありますでしょうか。もうとにかく上田さんはもうお人柄が優しくて温かくて、はい、なんかちょっとルフィみたいな感じの方なので、はいはいはい、本当に楽しく現場をずっと、はい、ご一緒させていただきました、まあ、今回このスペシャルアクターズにも、はい、メインキャストとして出演されていると思うんですけども、はい、何か苦労話とかありますでしょうか。まあ、でも映画の撮影自体すごい時間もかかるし大変なこともたくさんありましたけど、でも本当出来上がったものを見るともうすごく自分でもなんかもう心がわーっと高まる感じがあって、もうそれがいつもやめられなくてずっと映画の仕事をしています。長野市出身ということで、はい、長野はどちらの方になるんでしょうか。長野市はもう本当市内なんで、はいはい、あの本当その辺で過ごしてました。はい、じゃあルクシーさんとも結構縁があったっていうことでしょうかね。はい、まあ、あの勝手に見に来てるっていう感じで、はいはい、よくそうですね、な映画は何本かこちらで見させていただいてます。なるほど。映画を見ながら、はい、その頃は
女優になろうなんていう夢があったんですよ。まあそうですね、なんかちょっとずつ思いながら、でそうですね、 C1 とかアゲインで遊んでプリクラ撮ってみたいな学生時代を、はい、長野市で過ごしました。また来週、はい、なんていうタイトルなんでしょうか。またそうです、来週そこにいた男という映画が、これですね、あこれじゃないか、あそうこれはあれですけど、これはそうです、上映イベントをやっていただいていまして、はい、はい、来週はそこにいた男ですね。じゃじゃん。はい、何時からでしょうか。はい、夜の7時からです。7時から、はい、31日来週、はい、同じく土曜日ですね。そうです、同じく土曜日、そこにもまた来てくださるんでしょうか。はい、伺います。監督の、片山晋三さんと、はい、脚本家の袖由紀子さんが、はい、オンラインで参加してくださいます。オンラインでね、はい、なかなかこういう形も珍しいと思うんですけども、はい、女優としてどんな風にこう将来なりたいっていう夢があるんでしょうか。いやもうさっきあの上田監督に超能力が使えそうだったって言っていただいたんで、もうぜひあの超能力を使う役をどこかで掴みたいと思います。それからなんか NHK にも出られるというふうに、はい、そうです、あの朝の連続ドラマ小説、はい、エールに、はい、出させていただきました。ますますメインキャストというか、はい、なる夢が大きくなっていくと思うんですけども、ね、はい、幅を広げてぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。じゃあまた来週お願いします。はい、また来週。